こんにちは、井川直輔です。よろしくお願いいたします。今回もですね、アクセスの基礎から、説明をしていきたいと思ってます。前回までで、基礎のからの解説は、3本目の動画になりまして、今回が4本目になります。で、3本の動画を使いまして、主キーっていうのは何、主キーができたら何ができる、そして、主キーを、使うことでアクセスの基礎の基本技であるオートルックアップクエリというものができますというふうに案内しました。ね、オートルックアップクエリっていうのはやっぱり知名度が私は本当に低いんだなっていうふうに思います。一番初めに私が挙げたオートルックアップクエリの視聴回数、動画の視聴回数が2100回いってないです。ってことはですよ、で、私のホームページの、オートルックアップクエリ関連の記事の訪問者数をカウントしても、だいたい800回から900回ぐらい閲覧数なんで、3000回合わせて3000回ぐらいってことは、日本中にですね、オートルックアップクエリで困ってる人ってのは3000人ぐらいしかいないのかなというふうにちょっと思いました。もっともっと困ってる方はいると思うんですけど、オートルックアップクエリですね、私は啓蒙していきたいと思いますので、本当に使えるようになってください。で、今回はですね、クエリーのことについてちょっと説明をしたいと思いますので、しばしお付き合いをお願いいたします。はい、これ前回、お渡しをしました、サンプルファイルになってます。まあ、サンプルファイルなので、私が作ったものなんですが、ありがたみはないです。なんでかっていうと、データが3件しか入っていないからです。これちょっとExcelに貼ってみたんですけど、どうですかね。これね、Excelの方が3件程度だったらはるかに便利です。わざわざアクセスなんか使う必要はありません。アクセスのありがたみが分かってくるっていうのは、もう膨大なデータを使うということなんですね。ってことは、膨大なデータを使う機会が なければ、正直言ってアクセスなんて知らなくたって大丈夫なんですよ。ね、私がただ例えば KK 井川っていうものをやりまして、データが10人ぐらい、顧客の数がね、10人ぐらいだっていうんだったら、何もわざわざデータベースなんか作る必要はありません。ところが、顧客がね、10人っていう会社なんては多分もう存続していけないでしょうし、皆さんが大量のデータを扱っていくわけですよ。で、その大量のデータを扱っていくのにはどうしたらいいかということで、今私が大量のデータを、用意で、前回紹介しました競馬の、ものしかないので、ちょっとその競馬のものを使って説明をさせていただきます。はい、ですね、アクセスを勉強し始めてから、私は、主キーとまずオートロックアップクエリを説明しましたけど、とりあえず皆さんが、初めてアクセスに出会った時には、まずデータの入力をメインに考えるはずなんです。データの入力をメインに考えるはず。その時にテーブルから直にガン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 打っていくっていうことは多分しないはずです。しないはずなんです。で、例えば、目に見えるものだったら別に全然構わないんですけど、目に見えるものだったら全然構わないです。ただ、一応フォームっていうのは255個の項目を設定できるようになりまして、こうね、横にこうずっとそのものを打ち込んでいくっていうのは相当手間になるはずなんですよ。相当手間になるから、まず検索フォームを作ろうというふうな話になってくると思います。その時に検索フォームを作った時に、例えば顧客 ID が入ったら自動で日付が入るとか、名前を入力したら社員 ID を引っ張ってくるっていうような VBA を勉強するはずなんです。で、ここがもちろん空白だったらデータを登録させないとかっていうふうになって、さあデータが入りましたという時に、次に皆さんが何にぶつかるかというと、クエリにぶつかります。アクセスはただデータを入力したからといって終わりのものではなくて、そして入力しやすくっていうか、例えばこれが入ったら、名前が入ったら社員 ID が入るっていうようなことでも終わりではないんです。要は、テーブルの中にデータがたくさん入ったら、これ覚えてください、どうやってそのデータを使うかっていうのがアクセスの一番の使命なんですね。与えられた使命なんです。はい。で、Excel っていうのは、例えばこうちょっとパッと、見たら、これはもう貼られてる、この見えている画面が、ほぼ全てです。まあもちろん、違うシートにやって、そのシートから数値を引っ張ってくるとかっていうのはできますけど、ここの数字で例えば、
この井川な直輔が例えば何文字かというんだったら、遅いな応答なしになっちゃいましたっていうふうに、まあ今4文字で出てくると思うんですけど、そういった、使い方に なります。とところが皆さんが、例えば、初めてクエリに出会う時っていうのはなんか多分ねクエリウィザードっていうのを使うはずなんですよ。でこの画面が立ち上がってくると選択クエリウィザードってのが出てきて、なんか知んないけど、じゃあなんかわかんない全部、次で OK ってやると同じものがほぼこのテーブルと同じものが出来上がってきます。これとこれ、何が違うんだろうっていうふうな多分疑問が思ってしまうんですね。で、先ほど言ったようにアクセスっていうのはデータが入ったものからいかに取り、いかにそのデータを抽出するかっていうのが重要なので、逆を言えば抽出しやすいような形で入力させるっていうことを前提にやった方がアクセスの理解度はより早まります。私はそんなこと考えてなかったんで、とりあえずなんかデータ入れたらいいとかってポン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 ってバーッと入れてって、じゃあ、まず一発目にはまったのがどこかっていうと、日付と時間を一緒に入れてしまった、つまりあの Now っていうものを使って入れたんですね。でまずこの抽出方法が、分かんなくて、例えば、1月1日の、3時から1月3日の、4時までどういうことがあったのかっていうふうになって、抽出しようと思ったらそれができなくて、で時間と日付っていうのは別々に入れた方がいいんだなっていうふうに思って、入力フォームに改造を加えて、項目を増やしたんです。ところがそんなことは全然できなくても、何年何月何日の何時何分何秒っていうものが入ればクエリで簡単に抽出できるっていうのが分かったので、僕はなんて無駄な仕事をしてしまったんだろうっていうふうに思いました。はい。で、クエリを使うっていうのは、まずエクセルっていうのをちょっと考えてみたいんですが、エクセルっていうのは、こっちの今こうやって入ってますね、文字の数、この空白もカウントしてるので、まあ、ちょっとそれはいいですけど、エクセルっていうのは何かっていうと、使える武器っていうのは、まずこの関数、それから、この、まあ、VBA っていう、ここでね、いろいろ後ろにコードを書き込んでってやるもの、が2つあるんです。エクセルはもう多分これしか ないです。関数と、VBA。じゃあ、アクセスって何って言いましたら、ここの横のフォームを、横のところ、このデザイン、ナビゲーションウィンドウを見ていただきたいんですが、まずテーブルがあります。そしてクエリーがあります。そしてフォームがあります。そしてもう一個、レポート、僕はまあレポート使ってないですけど、このデータベースに関しては、レポートというまず4つのアイテムがあるんですよ。その4つのアイテムに関して、さらに何があるかっていうと、関数と VBA。ね、これは Excel と一緒なんですけれども、じゃあちょっとここを見てください。スケールビューといいまして、このデータの抽出する、この別の、抽出できる技っていうのが、アクセスに比べて断然優れてるんです。わかりますかね？ Excel にはこんなのはありません。データを抽出するあのスケールっていう、これがあるんですよ。これがあるために、Excel っていうの、アクセスっていうのは、あのデータを抽出するものに長けているんだっていうことを分かっていただきたいと思います。はい。で、Excel っていうのは、ここの、なんていうんですかね、ここのところで式を打ち込んだりなんだりしていきますけど、クエリっていうのはそういうことはしません。このデザインビューって、この、デザイングリッドのところでいろんなことをやっていくんですね。まずね、この画面が見慣れていないから、どうしようもないと思うんですよね。例えばクエリーっていうのは、この ID が不要っていうと、ここのチェックを外すと ID を何て言うんですかね、クエリーの画面では、いるんですけれども、ここにチェックをすることによって非表示にしてデータを隠すこともできます。これもね、
結構知ってた方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うん、だから必要な項目だけを全部バーッと入れて、場合によっては今日はここはいるけどここはいらないとかっていうようなこともできますし、ここのところで、これもサンプルファイルでなんか紹介してるんですが、ここのところに関数を仕込むことによって、例えば日付だけを取り出したりとかっていうこともできます。つまり、この MT コンピっていうこのコンピ指数のデータベースをクエリに、変身させることによって、ここに入っているもの、ここに入っているもののデータを意のままに抽出できて、意のままに変形させるっていうのがクエリなんです。よろしいですかね。例えば、データの中っていうのは、ここ見ていただけますかね、これ。2018年3月7日のレースの情報がここには入っております。はい、で、例えば2018年の3月7日っていうのを、これはただ4つぼって取り出しただけ、なんていうんですかね、ちょっとやってみましょうか。なので、レース ID から、レープと、で、8文字を引っ張ってこいと。ここに入れます。はい。そうするとどうなるかっていうと、ここに日時で、ずっと2018年3月7日、まあ、横に入ってるここの文字の分だけの引っ張ってくるっていうことができます。で、まあ、これも日時ではないので、フォーマット関数を使って C デートを使ってっていうふうにすると、YYYYMMDD の形にも変更することができます。で、これを例えば Excel でやろうと思った場合っていうのは、ここに全部入れなきゃなんないですよね。こんな感じで、ここにも連っていう風に。で、クエリっていうのは、ここの、グリッドのところの、ところに1個入れてしまえば、その行全部が変わるっていう非常に便利なものなんです。まずここってすごい僕便利だなっていう風に思います。はい。で、いろんな変身をさせていくことによって、皆さんが欲しいデータを意のままに抽出できるっていうのがクエリーなんです。ここをまず覚えていただきたいですね。テーブルに入力するときも、ただ入力させるのではなくて、ゆくゆく自分が例えばこういうもので抽出することが来るだろうっていうことを、考えてやった方がアクセスの理解は深まります。そのいずれ皆さんが例えばこういう形で抽出するんだろうっていうことを考えるときっていうのは、ご自身のセクションにいるところの未来図を多分予想しながら多分マーケティングをしていくはずなんです。そうですよね。例えば、私が、佐川急便にいたときは、こんな便利なツールはもう全然私はもう使えなかったんですけれども、おそらく、このお客さんはこういうことを多分次回に言ってくるだろうということを多分あらかじめ考えて行動するはずです。例えば営業をやってる方にしたとしても。ってことは、そういうことを考えているものお客様の中ってどういうデータがあるんだろうっていうと、例えば、その皆さんが考えてこの顧客がこういうことを要求してくるだろう、それには絶対に共通点があるはずなんですよ。例えば、
このコンピ数というのも、巷ではコンピ数に関する競馬の予想本というのはたくさん売られてます。指数が高ければ高いほど優秀な馬なんですが、指数が低くても激走する馬がいます。じゃあその指数が低くて激走した馬にはバックボーンにはどういった共通点があるんだろうかっていうことを考えたんですね、私は。それでそういったものに関して何か共通する点があるんじゃないかっていうことで、ここにコンピ指数と、それから競馬ブックが発行するレーティング指数、それから、この辺はもう私が考えた自分の指数なんですけれども、それと着順をぶつけて、じゃあこういう場合にはどういう馬が下走したんだろうっていうのは、これはデータベースで参照できるはずです。そうすると同じような馬が現れてきた時に、その馬に関して買ってみる価値はあるわけじゃないですか。それで大勝負はしませんよ。競馬なんてそんな自分の財布に余った1000円か2000円の金で、ちょっとお金を渡って1回2回焼肉食えりゃいいと思ってるんです、僕はね。競馬で当然生活なんかしてこうだなと思っていないし。ってことは、そういった未来の必要となるデータをテーブルにつっ元となるものをテーブルに突っ込んでて、クエリで抽出するっていうのはすごい、重要だというふうに思ってます。私の知り合いの中で、某化粧品会社でこのアクセスを使って戦略チームの一員になってる方がいるんですが、43歳かそこらの女性なんですけれども、その方も同じことを言ってました。要はもらったデータに関して、例えば3年前に購入された方に関して、まずデータを作ると、その中で共通しているものってのは何だっていうので、まずデータを1つ作って、現在のお客様が、自分の化粧品で売れているものっていうものを、そのデータを作って、でそのデータをぶつけて、さらにデータを作ってマーケティングをしていく。要は、今トレンドのもの、3年前のお客様のもの、それをデータを照合してトレンドのものを分析するっていうのは、これは非常に重要なマーケティングだと私は思ってます。そんなマーケティングって、私がね、偉そうなことを言えるほどの立場ではないんですけれども、そういったことをまず考えてクエリを作っていくとすごい便利になると思います。じゃあお前ね、競馬の、データベースを作って当たったのかと言われたら、それはちょっと秘密にしておきたいと思いますけれども、いろんなことで皆さんデータベースを作ってみてください。いつもお小遣いが足りないという方は、Excel でつけるよりもアクセスでつけた方がはるかに便利です。無駄な出費っていうのは、携帯でアプリを使って管理するよりもアクセスで管理した方が便利です。私はそうしてます。ということで、ちょっと今日もまた長くなってしまいましたが、またアクセスからの基礎のね、回答、こう、解説していきたいと思いますので、ご興味のある方はぜひ、チャンネル登録をしてください。また、ご要望、ご質問等ございましたら、どしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、今日はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。